さん、こんにちは。戸田市手話チャンネルのお時間です。今回は朝ごはん、ゴミ捨ての手話を紹介します。朝ごはん、こめかみに当てた右手の拳を下ろし、左手のひらを上に向け、右手人差し指と中指を箸に見立て口へ運ぶように動かします。ゴミ捨て、5本の指を折り曲げた右手の指先で左手のひらを2回叩き、右手の拳を開きながら左下に下ろします。それでは単語を使って会話をしてみましょう。朝ごはんを食べたらゴミ捨てお願い。わかった。いかがでしたか？ぜひ覚えて使ってみてください。ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。